どうもポネポネとポネポネちゃんですじゃない、何なんだっけ、タカコです。タカコ、そうだ、ポネポネとタカコです。はい、今日はこれどうしたの。はい、産業祭の骨董市で買ってきました。いくら。消しです。100円です。1万円くらいらしいんですよ。そうなの、手作り。手作りだけど。本当だ、作家の名前がちゃんと書いてあって読めない。あ、こんにちは。読めない。浜なんとかって買ってきたの。そう、で産業祭行ってどう。掘り出し物。掘り出し物、どこ回ったの産業祭。駅前通りだか。あ、スタンプラリーやんなかったの。スタンプラリーやんなかった。だって6カ所も7カ所もあるんだもん。回ったよ。一人は疲れちゃうよ。おパッピーと一緒に回ったよ。うん、私は近所の奥さんと。そうなの。そう。ほんで、よかったもん、なんか印象に残っているものあった。いや、高校生がバンド組んでて、演奏したのがね。あれはね、ネギロックっていうイベント。あったあった。そんなんがありました。あと、ふっかちゃんも来てたし。ふっかちゃん見なかったな。FM ふっかちゃんっていうラジオ局が来てて、やってたのよ、放送も全部。あ、そうなの。ポネポネも急遽出させてもらって。食べて。ポネポネです。イエーイって言って。ほんと？街中に轟かす。じゃあ、YouTuber に載せるんだ。載せるね。そうそう。そんで、ね、他には何が印象に残ってるもの。特に、花屋さんで、あと、花の鉢植えを。あ、買ってきました。そこにあるの。どれどれ、紹介します。なんていう花の名前だか分かんないんだけど、これね、花は咲かないんだけど。花は咲かないんかい。おめでとうございます。葉っぱの黄色い新芽が綺麗なんでね。そう、あ、買っちゃいました。これはおいくら万円。これ300円。おめでとうございます。お買い得。これだけ伸びるのは大変なんだって。あ、そうなの。そう、だから安いなと思って。こんにちは。安上がりなんだ。うん、安上がり。安いもんしか買わないから。安いもんしか買わないから。安いもんしか買わないから。おめでとうございます。安くていいものを見つけるというのがね。そう。楽しいから。そうや、楽しいから。ね、だからいい買い物ができました。やりました、今年。イエーイ。可愛い顔してるよね。お気に入り。お気に入り。これ可愛いのが欲しかった。おめでとうございます。可愛いの集めるのが趣味だから。あ、そういうことですね。基本はね。Okay, okay. よかったです。やったです、はい、じゃあまた来年もね、産業祭があるといいですね。そうね、楽しみにしてます。はい、じゃあ終わりにします、はい、イエーイ。